はい、おはようございます。ですね、今日はトレジャーハント講座、あと3日一般募集が残っているんですけど、よくあるいただくご質問についてお答えしたいなと思ってライブをしています。まずね、一番最初に、これはクリエイティブな課題を通して心と人生をリハビリする講座なんですよっていうふうにお伝えすると、まず最初に言われるのが、私、絵が苦手なんですけど大丈夫ですかっていうお話なんですね。全然大丈夫です。お答えから言うとね、そう、これは絵を上手に描く講座ではないし、その絵を習う講座ではないので、何かを表現したりとか、クリエイティブっていうか、作り出したりとか、外側に自分の気持ちを表現したり出してきたりすることによって、目で見えるようにして、それをまた私にも見えるようになって、それにフィードバックをさせていただいたりとか、感想、こういう感じですよね、なんでこういうふうにしたのかな、みたいな疑問をお伝えして、それでご本人の中からまた答えとかをね、引き出していくみたいな感じでするんですね。アートセラピーの課題とかは。なので、絵が全然下手でも、むしろ下手と思ってる方の方が意外と、なんか楽しいと思っていただけるんじゃないかなと思います。それに、私の手本とかも一切ないんですね。っていうのも、逆に手本とかがあると、こういうふうに書かないといけないんだって思われちゃうと思うんですよね。そういう先入観がないように、もう一切お手本とかもなく、なので本当に自由に描いていただいて、画材とかも家にある色鉛筆とかクレヨンとか、もう全然安いもので描いていただいて結構なので、いろんな準備とかね、私絵とか前描いたことないんで、家に何もないんですとかいう方も全然大丈夫です。本当に絵がうまい、下手、関係なく参加していただけます。はい。で、次にある質問っていうのがね、その時間がね、取れないんじゃないかなって心配なんですよねっていうことですね。一つの課題っていうのは多分15分から30分ぐらいでできるものだと思います。1週間に2個から3個ぐらい、本当に少ない量の課題しか出してません。そうっていうのもやっぱりあんまりいっぱいありすぎると、これやらなきゃ、これやらなきゃって、心の負担になると逆効果なので、一つ、二つの課題に、しっかり向き合っていただいて、で、できなくても、今回参加していただくと、本当に無期限で永遠に無料で参加できるんですね。前回参加したんだけど、半分ぐらいしかできなかったから、今回参加しますみたいな方もいっぱいいらっしゃるんですね。なので、一回参加していただいたら、無期限で、無料で何回でもチャレンジできるので、その点に関してはご心配ないなと思います。はい。で、あとですね、今ちょっとお金がっていうのがね、三つ目。それはね、皆さん多分あると思うんです。私もなんか今買いたいもの買えないなっていうものあるんですけど、せっかくね、この講座出会っていただいて、やりたいなってちょっと興味を持たれたのに、そのお金がっていうことで断念されるのはもったいないと思うので、一応その5週間の講座なんですけど、3回分割で2週間ごとなので、今から申し込んでいただくと、2週間ごとにその3分の1のお支払いが来るっていう感じですね。日本円にすると多分8000円ぐらいなのかな、今のレートで。わからないけど1万円とかにはならない感じです。それが2週間ごとにお支払いが来るっていう感じなので、もしね、一括で今出せるお金じゃないんだよねって悩んでいらっしゃる方がいらしたら、全然私に直接メールとかメッセージとかいただいたら、3回でね、分割にさせていただくので、ご心配なく、連絡をしていただけたらなというふうに思います。はい。で、他にもね、こういうことが疑問なんですけどとか不安なんですけどっていうのがあれば、全然直接ご連絡いただければお答えできますので、はい。遠慮なくしてください。で、あと本当にね、次の回、この講座っていうのは、1年に2回しか 私、開催しないってもう決めてるんですね。っていうのも、やっぱり自分の中のエネルギーが出てこないとなかなかできない講座でもあるし、ね、
毎回毎回ちょっとアップデートしていくんですよね。自分が学んだこととか、自分がこう前回やって、あ、こうじゃない方が良かったな、みたいなところをこう改善していくので、その改善する期間とかも必要になってくるんですよ。なので、本当に半年に1回しか開催しないので、次回は半年後以降になると思います。ですので、今回本当に迷っている方いらっしゃったらね、せっかくの機会なので、で、この、オーストラリアはそうでもないですけど、世界中でちょっと今ロックダウンまたね、コロナが、人数が増えてきたりして、学校に行けなくなったりっていうような状況になっている国もありますので、そんな中でね、多分お子さんと一緒にやってもらっても、意外とお子さんの方が、こう、なんて言うんだろう、先入観とか固定観念がなく、すごいこう自由に書かれて、そんなとこからも学びがあるんじゃないかなというふうに思っています。はい、それではね、あと3日なので、ぜひ今回の4期で皆さんにお会いできることを楽しみにしております。それでは良い一日を。